チナッツピーナッツくんピッピー。おい、なんだそのビームは。ついにビートセーバーの中に入ることができました。うわー、すごいとこにいるな、ポンポコさん。いや、ビートセーバーっていうのは VR ゲームの中でも一番と言っていいほど超人気の音ゲーなんですよ。そうですよね。オメシスのレイちゃんなんかこれの世界一位取ったりするんですけど。すごいな。今日はビートセーバーでカロリーどっちが消費できるか選手権。うわー、どういうこと？あらかじめ約3分の曲を選んでおいたから、はい、その3分間でどっちの方がカロリーを消費できるか競いたいと思います。なるほど、同じ動きだったら同じカロリー消費になるよね。そう、だからその曲の間にね、より無駄な動きを入れた方がカロリー消費できるんですよ。ということで、レッツビートセーバー。うわー、わあ、もうすでに無駄な動きをしている。はい、あ、無駄だ。ファンサをしている。スクワット。スクワット。ジャンプ。必要ない動き。スクワット。はい。はい、回転。回転を加えている。はい。声出して、声出しても、カロリー消費するから。ファンパックを打った時だろ。はい、ファンサ。はい。ファンサ。はい、みんな。合間にファンサを入れてくる。はい、合う。合う。おい、ガチコ入れてんな。頑張ってください。あー、ほぼ狭い。はい、狭い。すごい、無駄な回転を加えている。ファンサが。はいはいはい、いいですよ。ポンポコ合う。ポンポコ合う。心拍数怖いよ。何度今160上回ってます。160。また君は気づくのか、なぜ今ビートセイバー中に違う曲を歌ってる。あいみょんは BPM190 まで、恋愛で恋で BPM180、190まで上がるらしいから。何を言ってるんだ、あいみょんの話してる。やばい、バテてきて、完全にバテてきてる。あれ、いいよいいよ、はい、お疲れ。はいはい、通り越し200歳。ポンポコね、バーチャル YouTuber ってな。自己紹介して。はいはいはい、初見に優しい。はいはい、フィナーレフィナーレ。キッズ、 おめでとうございます。お疲れ様です。BPM は160です。あと30か。何に、あいみょんまで。いや、あいみょん38カロリー。おお、少ない。38カロリー消費しました。リンゴジュース1杯分ぐらい、そんぐらいなのかな。やばいな、大小リンゴジュースの。やばいですね。よっしゃー、カロリーのてっぺん取ったんで。疲れた、頑張れ。ハッ、はい、いいよ。はいはい、うんうんうん、はいうん、はいうん、とにかくいい無駄な動き。いいよ、無駄できてるよ。はい、いいよ、はい、ファンサナイス、はい、ナイスファンサ、はいはい、よいしょ、はいはい、にゃじゃ、見てな
ない見てないのに切れてる。来てるから。イエーイ、やったー、カロリーが27でーす。全然じゃん。リンゴジュースにも満たないお前のカロリーは。全然じゃん。ポンポコの勝利ー。マジかよ。いやこれカロリー普通に200ぐらい消費してる気分になるんだけどな。いやほんとだよ。ね、チーズバーガーが300カロリーなんだって。だからこれ10回したらチーズバーガー食えるわ。いやもう無理だ。もう太っていい。僕はもう太っていいわ。腹出てんじゃん。さあということでカロリーも測れるようになったんで、なんか企画思いついた人コメントください。はーい。で、いや絶対疲れるやつじゃん来るの。怖っ。ということで今日も見てくれてありがとうね。また明日。じゃあね、バイバーイ。バイバイなっつー。